サーです。今回はこちら、ハグッとプリキュアのプリキュアクリスタルアイテムマスコットと、ドラえもんの秘密道具バージョンのバスボール、ドラえもんバスボールですね。あとは、サンリオのトレイン型マスコットバスボム、こちら3つ一緒に見ていきたいと思います。まずはこれかな。はい、トレイン型マスコットのバスボム、つなげて楽しいということで、いろんなキャラクターの電車をつなぐことができるんですね。はい、入浴剤2種類あって、お日様の香りと森林の香りのいずれかの入浴剤が出てきます。はい、ひっくり返してみると、はい、マスコットは全部で8種類。お日様の香りからはキティちゃん、マイメロ、ポムポムプリン、グデタマのトレインマスコットが出てきます。そしてブルーの森林の香りの入浴剤からはシナモンロール、ケロケロケロッピ、バットバズマル、そして新幹線くんですね。この4種類のいずれかが出てきます。はい、では開けていきましょう。まずは何の入浴剤が出てくるかでキャラクター決まりますね。はい、あ、ブルーだー。はい、ということでブルーのトレインが入っていました。はい、森の香りは、うん、バブって感じ。こんな感じで横から見てもちょっと欠けちゃってますけどね、なかなか綺麗な形の新幹線かなの形の、入浴剤が入っています。今回はこちらからなので、シナモンロールかケロケロケロッピ、バットバツマル、新幹線くんのいずれかが出てくるということですね。はい、個人的にはバットバツマル、なんかいいですね。これ欲しいなと思います。さあ、誰が出てくるでしょうか。続いてはドラえもんを開けていきましょう。ドラえもんは秘密道具マスコット5種プラススペシャル1種と書いていて、晴れた日の空の香りの入浴剤だそうです。こういった感じだとまん丸かな。はい、ひっくり返してみると、タケコプター、空気砲、どこでもドア、スモールライト、タイムフロー式、そしてスペシャルバージョンの湯上がり上機嫌ドラえもんのいずれかが出てくるそうです。これでドラえもん出てきたらかなりテンション上がりますね。はい、どんな感じの大きさのものが入っているのかも楽しみに見ていきたいと思います。はい、では開けていきます。あ、水色だ。お日様の香りと書いていたので、オレンジとか黄色っぽい感じかなと思ったんですが、水色ですね。食べられませんと書かれています。これちょっと取るのが難しいタイプのやつですね。どっかハサミで切んないと無理かな。はい、綺麗なまん丸。振るとちょっと音がしますね。カラカラカラと音がします。誰が入ってるのかな。はい、ではラスト、こちらプリキュアクリスタルアイテムマスコットを見ていきましょう。はい、まだハグタも揃ってないうちに新しいバージョンが出ました。マスコットは全部で6種類で、お湯がオレンジ色になります。オレンジの香りなんですね。はい、ひっくり返してみるとラインナップが載っています。出てくるマスコットは全部で6種類。プリハート A、プリハート B、ミライパッド、ミライクリスタルピンク、ミライクリスタルブルー、ミライクリスタルイエローのいずれかが出てきます。今回はキャラクターのマスコットではないんですね。アイテムのマスコットになります。はい、どうせならこのハートのプリハート A か。これ欲しいなと思ってるんですが、どうでしょうか。はい、オレンジの香りのオレンジということで、オレンジ色の入浴剤ですね。
はい、今回オレンジ足すブルー足すブルーで何色になるかも楽しみに見ていきましょう。はい、特に絵は描かれてないですね。ではこちらの3つ一気にお湯の中に入れていきたいと思います。はい、ではいきます。せーの、ドボン。おー、結構泡がすごいブク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 ときました。おー、溢れるかな、溢れるかな、ギリギリセーフかな、どうかな。すっごいいっぱい泡が出てきてます。はい、でもこれは私の好きなこのパチパチっと消える泡の音が楽しめるタイプですね。おお、すごい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 、久々こんなに泡がいっぱいになってんの。ドラえもんのこのパスボールかな、泡がすごいのは。でも泡の色からするとサンリオっぽい気もする。すっかり水色に隠れてオレンジ色が見えなくなっちゃいましたね。溶けると何色になってるのかが楽しみです。これ全部消えるとね、だんだんきっと泡もしぼんでくるので、綺麗なお湯の色が見えてくるんじゃないかなと思います。マスコットは出てきたんでしょうかね。すっかり泡に隠れて見えなくなっちゃいました。面白いですね、こういうタイプもなかなか珍しい。びっくら卵だけだと意外と早く溶けて、しかもあのお湯が透明になるのが早いので、こんなにこんなに泡いっぱいにはならないですもんね。さて何から見えてくるかな。すごいじんわりじんわり、なんかまだ泡が出てる感じなんですが、ここになんか隠れてるのかな。触りたいですけどちょっと我慢我慢で見ていきましょう。何かな。水色ですよね。ドラえもんかなこれ。つっつきたい。ちょっとつっついちゃいました。あ、なんかまだボールのまま、コロコロ言ってます。これドラえもんですね、きっと。まだ溶けてないっぽーい。さて、触っていて、あ、ここに何かいる。ちょっと引き上げてみましょう。あ、あー、新幹線くんが出てきた。これ結構大きい。マスコットかなりしっかりしてますね。はい、サンリオのバスボムからはこちら新幹線くんが出てきました。これは結構いいですね。しっかりしていてとっても可愛いので、またゲットしてこようと思います。後ろの部分もこんな感じでパーツがついてますので、この前の穴に引っ掛けて連結できるんですね。はい、とっても可愛いです。お、後ろではドラえもんのボールが浮いてきましたね。ドラえもんはこういう感じで透明なボールカプセルの中にアイテムが入っているタイプみたいです。さて見えるかな。見た感じまだ何入ってるかわからないんですよね。取れたかな。はい、これわかりますかね。まだ私はわからない。さて開けてみましょう。何が入ってるのかな。せーの、じゃじゃん。なるほど、何かわからないわけだ。空気砲ですね、空気砲。はい、上下しっかり止まってて
筒みたいにこう開いてるわけじゃなくて、ちゃんとしっかり黒で覆われてますね。で、灰色の周り。空気砲か。はい、どこでもドアにしては暗いなと思ったんですよね。はい、ドラえもんの秘密道具、空気砲が出てきました。でもこれも面白いですね。思ったより大きめで出てきてくれたので、これはちょっと見応えがあるというか飾り応えがある感じなので、ぜひぜひ他のものも見てみたいのでまた買ってきましょう。はい、ラストはプリキュアのクリスタルアイテムマスコットですね。はい、これですかね。あ、これは未来クリスタルイエローが来たんじゃないですか。あー、これ綺麗。ちょっと想像していたものと違いました。もっとなんて言うんでしょう、透明な色がない感じかなと思ったら、本当にクリスタルっぽく、中のハートの部分が、透明の黄色のパーツでできていて、周りを金色のパーツで囲っているような感じですね。とっても綺麗です。はい。かなり、写真との印象が違いますが、ゴージャスな感じですね。これはいい。はい。素敵なアイテムが出てきました。はい。こちら、プリハートバージョンなども見てみたいので、またまたゲットしていきたいと思います。はい。お湯の色は、最終的に、ブルー強めですね。で、緑っぽい感じかな。不思議な色になってますが、濃い緑って感じがします。香りは、森林の香りが強いですね。オレンジの香りはちょっと消されちゃったみたいです。はい。というわけで、今回はビックラ卵のハグッドプリキュア、ドラえもんのバスボール、そしてサンリオのバスボム、3種類一緒に見てみました。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。